はいこんにちはレトスノーノです8月14日の3問に入っていきます A が費用者 B の行為につき C に対して使用者責任を負う場合で A が C に損害賠償金を、えー、全額支払った場合 B に濃い、または重大な過失がないときは、A は B に対して求証権を行使することができない。丸か罰かという問題ですえ。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。と問題文の状況としては、被、えー、用者 B、まあ、従業員 B ですね。従業員 B がいて、まあ、使用者の A がいますと。で、A が被害者に対して、まあ、全額賠償金を支払ったんですね。 で今回、この従業員 B がえ加害者なんですけれども、加害者に濃い、まあ、故意または重大な過失がないとい、まあ、った状況なんですね。まあ、なので、まあ、多少過失があったぐらいのイメージですね。で、その場合、A はこの B に対して求償できるかと。で、求償権っていうのは、まあ、請求権っていう考えてもらってもいいので、まあ、全額賠償した A さんが B に対して、えー、一部、もしくはまあ全額請求することができるかと。 いいうことが聞かれているんですね。で答えは、求償することはできるんですね。なので、誤りです。使用者、まあ、会社等ですね。A が、えー、被害者 C に損害賠償金を支払ったときは、えー、使用者は、まあ、従業員 B に対して求償することができます。でこの従業員の故意、または重大な過失、これがあろうとなかろうと、これは関係がないんですね。まあ、よって、えー、誤りになると。 でえ今回のポイントなんですけどももう一つあってそれが求償できる金額なんですよ、まあ、どれだけ求償できるかどれだけ使用者が費用者に請求できるかというこの金額なんですよねでこれは判例で損害の公平な分担という見地から審議則上相当と認められる限度を求償できるって言ってるんですよで、まあ、これねすごくわかりづらいこれ言葉言い回しなんですよね、まあ、イメージとしては 使用者が、まあ、ちゃんと監督してなかったとか、まあ、変な人選任してしまってたとか、まあ、そういうふうに使用者の責任が大きい場合っていうのは、費用者に請求できる金額は少なくなるんですね。で一方で、費用者の方が責任が大きいという場合は、求償できる金額が大きくなると。まあ、そういったイメージでも全然問題ないです。そして使用者が、まあ、この社員ですね、従業員に求償できる 理由なんですけども、これ考えると、まあ、使用者は監督とかね、専任の責任はあるにせよ、不法行為を行った張本人はこの社員 B なんですよね。従業員 B なんですよ。だから、まあ、会社が弁済したのであれば、悪いことをした張本人に対して、まあ、いくらかはね、求償できるというのは、請求できるというのは当然だというふうに考えれますよね。なので理解していただければ、これは全然簡単な内容ですね。問い2ですね。取引士、宅検士は、常時取引士証を携帯して、 取引の関係者から請求があったとき、提示することを要し、これに反したとき、違反したときは、10万円以下の過料に処せられることがある。まるか罰かという問題ですね。で、えー、答えは、えー、罰です。取引士は、取引の関係者から、えー、請求があったとき、まあ、取引書を見せてくださいって、えー、請求があったときは、取引書を提示しなければならないんですね。しかし、このルールに違反したとしても、 過量に処せせられることはありませんえつまりえ今回の問題は10万円以下の過量って書いてありますねこれが誤りなんですねつまり宅建業法違反にはなるけれども罰則の規定は適用されないと罰則はありませんよっていう話なんですねでこの部分細かいんですけどもこんなことも出題されるんですねで、まあ、どうしたらいいのって思われるかもしれませんがもうポイントをちゃんと押さえていく勉強をするしかやっぱないんですよ で独学の方だと、そのどこがポイントかを見つけるのっていうのはすごく難しいんですね。まあ、これはですね、もう過去問を自分自身で分析しながら、どこがポイントかっていうものをもう見極めていくしかやっぱないんですよ。まあ、個別指導であれば、ここがポイントですよ、ここを合わせて覚えてくださいねっていうふうにお伝えできるんですけども、独学はやっぱそれできないですよね。あの教えてもらう人がいないわけなので。なので、そういった方はもうとりあえずもう覚えていくしか、えー、ないので、 え覚えながらまた過去問を解きながら過去問を研究して整理していただければと思います。で問い3ですね。勘違処分に係る広告後、従前の宅地についてえ損した抵等権は消滅するので完治に移行することはない丸かツかという問題です。これは誤りですね。こんなことがあったら抵等権者は担保する目的物がなくなって困ってしまいますよね。 従前の宅地について存在した定等権っていうのは、勘地処分の広告日までは、従前の宅地に存在します。その後、広告があった日の翌日、その日からは勘地に移行します。定等権が従前の宅地から勘地に移行するということですね。まあ、これで頭に入れておきましょう。そして、今販売している予想模試は、実際、個別指導や短期講座で教えているような解説をしています。 理解学習ができていない方、予備校や通信講座、市販の過去問やテキストを丸暗記していて理解できているか不安だという方、点数がまだ上がってこない方、こういった方はぜひ弊社の予想模試で理解学習を体験してみてください。こうやって理解するのか、こういうことだったのか、新たな発見や理解、さらには頭の整理まで行います。試験まであまり時間ありませんので、今から真の実力をつけていきましょう。 レトスの予想模試についてはこの動画の下の概要欄から内容をご覧ください今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございましたレトスのものでした今年絶対合格しましょう